よりもすげえ。誰がババアですって？はい、聞かれてたか。まあまあ、ちょっとこいつに話があるんだ。外しておいてもらえっか。はいはい、ごゆっくり。ここは俺らがいつも使ってる店だ。盗聴も盗撮もされてねえ。安心しな。ああ、しかし伊達さん、どうして俺があの場所にいると？和樹から聞いた。お前さんのことだから、また事件に巻き込まれてんじゃねえかと思ってな。お、来たか。ブツは？もうブツって、そんな物騒な代物じゃないでしょう。はい、どうぞ。こんな強いの無理。ママ、俺のこと殺す気？それより水。はいはい。お、よしよし、でかしたぞ。偉そうに言わないでください。デスクを雑用に使う新人がどこにいますか。もう人使い荒いんだから。それは、ああ、お前に見せておく必要があると思ってな。登場会の現幹部たちの写真だ。どうしてこれを？実は私、こういうものでして。伊達さんが新聞記者？ああ、キリュウ、お前が巻き込まれている事件、実は今俺が追っかけてる山とつながってる。山？登場会、そして政治家鈴木義信に絡む沖縄リゾート開発。こっから先は危険な旅だ。お前さんには敵をよーく知っといてもらう必要がある。少し時間をもらうぜ。このスキンヘッドの男、こいつが三代目錦山組組長、神田だ。錦山組か。ああ、お前と3年前戦ったあの錦山組の東大がこいつだ。俺は今まで会ったことがないが。まあ無理もねえさ。こいつは2年前まで強姦で無所にぶち込まれていた。喧嘩と女が大好きっていう典型的なイケイケで、錦山が組長をしていた頃は鉄砲玉にもならねえほどのチンピラだったらしい。どうしてそんな奴が組長に？無所から出て以来、こいつは神室町を中心に勢力を拡大していった。徹底的な暴力路線でな。2年前といや、近江連合との抗争の後だ。警察も登場会との距離を取りたがっていた時期に、こいつは感激を縫うように島を拡大。穏健派の2代目風間組の島をどんどん奪い、急成長していった。この男の目的は？ズバリ登場会の跡目だろ。てめえが欲しいものは何があっても取るってやからだ。女だろうと島だろうと、欲しいものは強奪する。とにかく力ずくで後先考えずに突っ走る。じゃあ柏木さんを撃ったのも？ああ、可能性は高いな。こいつは直系白鵬会会長峰義孝ってやつだ。峰義孝か。港区を中心としたオフィス街にいるやつだな。とにかく若くて金を持ってる。高級会社を乗り回し、一見すると青年実業家って風貌だな。シテセンやインサイダーを使っての株取引と不動産売買で巨万の富を得た、まあ言ってみりゃインテリ極道の代表格的な男だ。なるほど。今登場会の金はこいつで回っていると言っても過言じゃない。年間かなりの金がこいつから登場会に流れてる。特に三代目錦山組の神田あたりはかなり峰から回してもらってるって話だ。どうしてこの男が神田に？この峰という男、数年前までは新興ベンチャーの立ち上げなんかをやってた普通の会社員だった。それをこっちの世界に誘ったのが無償上がりの神田だったらしい。
峰は神田の仲介を得て堂島大吾との杯を交わし東城会へ来たみたいだ。それじゃあ神田とつながっている可能性もあるのか。いや、峰は六代目の信奉者だ。最近じゃ自分の組の力もあって神田の後ろ盾も必要ない。神田のことを煙たがってるだろう。この AV 男優みたいな男、こいつは通称浜の帝王、直系浜崎組組長の浜崎剛という男だ。横浜か。ああ、3年前の抗争事件の後、あの中国系マフィアのジャカに代わって横浜を制圧したのがこの浜崎だ。この男、結構裏が見えないやつでな。どういうわけか、島を奪ったはずの中国系の連中ともうまくやってるらしい。あのジャカと。ああ。だがこいつが不思議なのはそれだけじゃねえ。実はこいつの組、構成員が10人程度しかいねえ。なんだと？普通、あのジャカ相手に横浜の島を奪い合うなら、最低500、いや、1000以上の兵隊を持っていないと渡り合えない。だが、こいつの組はジャカと争うこともなく、やすやすと横浜一帯を手中に収めた。なぜそんなことが？まあ、おそらく裏で中国本国のマフィアとつながっていて、密輸の窓口や日本での資金運用なんかを引き受けてるんだろう。いいように利用されているだけなのかもしれないな。マフィアとのつながりか。まあ、裏は取れないが、今回の一件、裏でリゾート絡みの利権が絡んでいるとしたら、一番絵を描いた可能性があるのはこの男だろう。中国のマフィアと連携してリゾートの利権を得ようとしたと。まあ、カジノやらなんやら、さらに裏があるのかもしれん。柏木さんは死の間際俺に言った。リゾート開発の裏で利権を狙っている奴が東城会にいると。俺もそう踏んでる。今の東城会でこれほどの絵が描けるのはこの4人くらいだ。柏木さんはもう一つ俺に言った。その裏切り者は大吾を撃った男ともつながっていると。大吾を撃った男だと？大吾、それとリゾートの買収候補地の土地を持っていた中原という男を撃った犯人だ。これ一体どういうことだ？これ死んじまったお前の親代わりだった風間じゃねえか。俺にもまだわからない。大吾と中原を撃ったというこの風間のおやっさんに似た男、俺を襲った黒いスーツの白人たち、それにさっきのヘリの襲撃、敵は一体どこにいるんだ。まあ今はとにかく東城会の裏切り者を探すしか道はねえようだな。ああ、俺はこの絵の男が誰なのかを追ってみる。お前は柏木を殺す可能性が一番高い神田を追え。分かった。